皆さん、今日はのりこ先生にインタビューをします。質問があります。はい。いつ女の子を捨てましたか？そうですね、あれは10年くらい前だったかな。はい、7歳の頃、10年前、7歳の頃。本当は18歳ぐらいだよ。の頃、テレビを見ていたんです。そしたらそこに、なんか茶色くて力強そうなゴリラ。はい、ということで、動作、動きが呪い。たけし君は亀のように動作が呪い。亀のよう、これがヒントになりますね。亀のよう、亀の動き。じゃあ選択肢見ますよ。まず1番、これは賢い、頭がいいことです。2番、鋭い。鋭いには物理的に尖って鋭いっていうのと、あと物に対する見方が鋭いとか、よく他の人が気づかないところが見えてたりすると鋭い着眼点を持っているとかって言ったりもします。3番、早い。早いはいいですね、朝が早いとかです。4番、遅いです。これはまたスピードが速い遅いの問題です。じゃあこれ、亀のように動作が遅いんですよね。4番が正解になります。呪いっていうのは動きが遅いことを言います。で、例えばのろまっていう風に人のことを、お前のろま、おいのろまって言うと、お前おっせえな、とろいなっていうことです。強いモンゴル人力士が次々現れる。力士、お相撲さんのことです。で、最近は日本の国技であるお相撲、相撲ですが、外国人の力士もたくさんいます。で、最近はモンゴル人の力士が多いんですね。とっても強いです、白鵬とか。で、この次々見ていきますね。まず1番、続々。これはどん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 出てくるときに続々って言います。続々登場するとか、そういう風に使います。2のだんだんは段差のイメージです。ちょっとずつちょっとずつ、だんだん上手になってきた、だんだん明るくなってきた、だんだん暗くなってきた。はい、だんだんです。次、3番のざわざわ。ざわざわは音ですね。ざわざわ、例えば木が風に揺られて葉っぱが当たって鳴る音、ざわざわとか。あとはよく使われるのが、人がいっぱいいてみんなこうやってこそこそ話してる、ね、あの人ってさ、ね、知ってた、ね、知らなかったっていう音がたくさん同時にあると、そこら辺がざわざわするっていう風に言います。そうですね、あまりいい意味ではないです。にぎやかとかっていう風に明るいような意味ではなくて、ちょっとみんな影で話しているような、あまり良くない意味です。次、4番、しみじみです。しみじみっていうのはこう心にしみる感じ、しみじみ伝わってくるとか、しみじみと感じるっていうと、こうじっくりぐーっとぐーっとくる感じです。はい、で、次々とと同じ意味になるのは続々ですね。次々と現れる、続々と現れる、どっちでも使えます。どん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 出てくることです。はい、3番、30から34歳の日本人女性のうち4割弱はシングルだ。はい、日本人女性4割弱はシングル。4割弱っていうのは、4割は 40% です。1割が 10% で、弱っていうと 40% までいかないってことです。37とか38とか、そういうことです。で、割合ですね、30から34歳の日本人女性全体のうち4割弱
がシングルです。でこのシングルの意味、選択肢見ていきますよ。まず1番、独立です。独立っていうのは会社とかで、今までは一緒の会社で働いていたけれども、そこから出て一人で新しい会社を作ります、独立しますっていうふうに使います。2番、孤独。孤独っていうと一人ぼっちで寂しいんですね、孤独な人生っていうと、一人でずっと生きていく、お友達もいないし家族もいないし、孤独な人生は送りたくないわ。3番は独身です。独、一つとか一人とかを表す独に身がついてますよね。これは結婚してない人のことを言うんです。結婚したことがない人、独身、独身です。4番は孤立ですね。孤立っていうと、そこだけ他と切り離されてしまう状態です。別に人じゃなくてもいいんです。例えば大雪が降って道路が封鎖されました、道路が通れなくなりました。その結果山奥の小さな村が孤立してしまった、周りから遮られてしまって、そこだけになってしまった、隣の村と連絡が取れないとか、物資、物を送ったりできない、孤立するっていうふうに言います。じゃあシングル、シングルがどの単語と同じ意味かというと、はい、3番です。結婚してない人のことシングルって言いますね。シングル、ダブル、トリプルのシングルです。一つを表します。でこの場合日本人女性とか年代とかが、言われていることから、あ、独身の人のこと言ってるんだなってニュアンスで感じ取ってください。次、4番です。はい、単語を覚えるスピードがだんだん速くなってきた。これさっき出てきただんだんです。だんだんちょっとずつ速くなってきたよ、そういう意味です。じゃあ選択肢見ていきますね。まず1番、にわかに。にわかにっていうのは、例えば急にとか、あとはその時だけっていう意味があります。にわか雨とか、急に降り出した雨とか、ちょっとの間しか降らない雨とか、あとはにわかには信じがたいわって言うと、ちょっとそれ信じられないわ、そんな急に言われてもっていう意味です。2番、やたらに。やたらにって言うと、無駄に何々っていう意味があります。例えばやたらに長い、やたら長いって言うと無駄に長い、そんな説明もしてもそんな長くなくていいのに無駄に長いとか、あとはもう一つの意味としては、何かを繰り返すとか、そればかりするっていう意味でも使われます。例えばやたら何々を進めてくるって言えば、そのものばかり何回も進めてくるっていうようなニュアンスもあります。3番、しきりに。しきりにっていうのは、そのことばかりをしている状態です。例えばしきりに前髪を気にするっていうと、ちょっと待って前髪が、しき、ちょっと待って前髪みたいなね、前髪ばかり気にするとか、あとはしきりに時間を気にしている、このあと用事があるから、うん、そうですね、はい、いいみたいな、時間が気になって仕方ない、そういう状態です。4番、次第に。この次第にっていうのは、少しずつ、ちょっとずつ、次第に晴れてきた、ちょっとずつ晴れてきた、さっきまで雨だったんだけど止んで晴れてきたかなみたいな状態です。じゃあ正解は、だんだん早くなってきた、次第に早くなってきた、4番、次第にが正解です。今までよりもちょっとずつ良くなってきた、次第にを使います。もう我慢するのは嫌だ、今日は焼肉を食べに行くぞ。はい、きっとね、ご飯食べてなかったんだよ、ダイエットのために。
もう我慢するのは嫌だ。我慢っていうのはしたいことをしないこと、したいけどやらないとか、あとは痛いけどって言って我慢する。痛い時に痛いよ痛いよってやるんじゃなくて、大丈夫ですって言って我慢、これが我慢。じゃあ選択肢見ていきますね。まず1番、耐える。これは嫌なことをさせられた時に仕方なくやったりとか、あとは痛みに耐えるとかっていう風にも言ったりします。何か本当はしたくないこと、嫌なことだけど仕方なくするとか、仕方なく待つとか耐えるっていう風に言います。2番、溜まる。これは何かがどんどん増えていく様子ですね。例えばよく使うのが水が溜まるです。お風呂に水を溜める。お風呂の湯船がありますね。蛇口がありますね。で、ここから水が出てきますね。で、ちょっとずつちょっとずつ増えていく。これが水が溜まるです。溜まるっていうのはどこか容器とかに入れていって増やしていくものだけじゃなくて、気持ち、イライラが溜まるとか、そういう風にも使います。3番、心得る。心得るっていうと何か扱いとかをちゃんと分かるっていうことです。これをどうすればいいのか心得ていますよって言えば、ちゃんと分かってますよ、どうすればいいのか分かりますよっていう意味です。で、4番、繰り返す。これは同じことが何度もあることです。同じ作業を繰り返す、漢字を繰り返し書いて覚えるとかの繰り返すですね。じゃあ我慢すると同じ意味なのは、そうです、耐えるです。空腹を我慢して耐えていましたが、もう無理だ、もう私は耐えられないわっていう状態です。終わりです。